ロス島は南極のロス海にある島。地球で最も南にある活火山エレバス山を要する火山島である。島の名は1841年にこの島を発見したイギリスの探検家ジェームズ・クラーク・ロスにちなむ。ロス島は船舶が接岸できる南限の島で19世紀以来南極探検の拠点とされた。アメリカ合衆国のマクマード基地が所在しており、 友人島である。ロス島の地図ロス島の地図ロス島は、ロス海の北西部に位置し、マクマード海峡の東に位置する。面積は3794平方キロメートルで、沖縄本島の2倍。ロス島には、エレバス山、テラー山、バード山の3つの火山がある。全二社は、発見者ロスが乗船していた軍艦の船名から命名された。島の中央近くにある、 エルバス山は活火山である。その20マイル東にあるテラー山は休眠中である。バード山はケープバードの南にある。ロス島は船舶が接岸できる南限の島であり、初期の多くの南極探検の拠点とされた。島の南西部、ハットポイント半島南端にはアメリカ合衆国のマクマード基地が所在している。1841年。 ロス海一帯を探検したジェームズ・クラーク・ロスによって発見された。しかしロスはこの地形を島ではなく本土ビクトリアランドの一部とみなしていた。1901年から1904年にかけて行われたロバート・ファルコン・スコットが率いたディスカバリー遠征によって島であることが明らかになり、スコットは発見者ロスにちなみ、ロス島と名付けた。ありがとうございます。